吹奏楽曲のパラダイスハズノーボーダーです。はい、数ある吹奏楽曲の中でも特に人気な曲となっておりまして、ノリノリになれるリズムが盛りだくさんです。トランペットとトロンボーンのソロにもご注目ください。皆さん、音の太くてかっこいい演奏に酔いしれちゃってください。いやー、楽しみですね。はい、それでは参りましょう。それではどうぞ。パラダイスハズノーボーダーをお届けしました。いやー、とにかくノリノリでかっこよかったですね。そうですね、とてもスッキリ爽快な気分になれる演奏でした。本当に素敵でしたね。はい、さあ、このまま次の曲に参りますよ。続いてお送りする曲はディープパープルメドレーです。イギリス出身のハードロックバンドであるディープパープルの数ある名曲の中からスモークオンザウォーター、バーン、ハイエリスターの3曲をメドレーでお届けします。原曲を知らない方でも盛り上がれる超ハイテンションな演奏を存分にお楽しみください。いや、名前知らないって方も多いと思うんですが、弾いてみると実はめちゃくちゃ知ってるメロディーだったりするんですよね、これが。そうなんですか、はい、楽しみですね。すごい盛り上がれると思いますので、皆さん盛り上がっていきましょう。さあ、いきますよ。それではどうぞ。
アンコールとしてですね、宝島をお届けしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。